初等大数学における交換法則は与えられた演算の二つの引数を互いに入れ替えても結果が変わらないことを述べる。また、交換法則を満足する演算は可換性を持つという。例えば自然数に関する足し算や掛け算は交換法則を満たしている。しかし引き算やあり算はそうではない。その他に交換法則を満たすものとしては主に次のようなものがある。 また、交換法則を満たさない主要な演算としては次のようなものがある。ただしベクトルの外積のように絶対値及び絶対値に相当する数を考えた時に交換法則は成り立つものも多い。過換性の後の書出は1814年発行のフランスの雑誌である。過換性質の暗黙的な使用は古代に遡る。古代エジプト人は石の計算の簡素化に 情報の可観性を用いているし、エウクレイですが、著書、言論において、情報の可観性を仮定していたことはよく知られている。明示的な形で、交換法則が立ち現れるのは、数学者により、関数論が築かれ始める18世紀後半から19世紀初頭にかけてである。今日では、可観性は、数学の大部分の分野でよく知られた、基本性質として扱われている。 記録上コミュートティブの語が初めて現れるのはセルボアの回顧録で現在では過感性と呼ばれる性質を持つ関数を記述するためにコミュートティブスの語が用いられている語義はフランス語で置き換えや入れ替えを意味するコミューターに傾向があることを意味する設備ジティブが付いたものだから字面通りに読めば入れ替えようとするものである交換あるいは過感という語はいくつかの意味で用いられる 交換法則や過換率のように言うとき、一般的にはそれは二項演算に結びつけられた性質のことを言うものと理解される。特定の演算を固定して考えるとき、その演算の引数となる二つのもとで、交換法則の言う条件式を満足するものに対しては、それらの二元が交換する可換であると言い表す。以下、集合以上に二項演算が定められているものとして、 より一般に、あるいはまた、軍論や集合論において、様々な大数形が、それが持つ、特定の演算が、交換法則を満足するとき、果換と呼ばれる。それらの分野の結果を利用する他の分野、例えば解析学や線形大数学では、よくわかっている演算は、いちいち断らなくても、暗黙の過程として、証明等の中で縦横に用いられる。ありがとうございます。